あ、最近さ、うん、パソコンのからブーンって音がするんだよね。なんで？猫の毛が。あ、掃除してないか。うん。じゃあ掃除してみるか。じゃあ本体掃除しちゃいましょう。はい。先にコンプレッサー水抜きしてくるわ、うん、よし、こう。こないだサンドブラスターの砂ぶちまけちゃったからな、はあ、砂だらけだ。空気を圧縮するじゃない、うん、そうすると、あ、空気中の水分、そうそう、空気中の水分が中に溜まって、それでまあ普通こうやって何か拭くぐらいなら問題ないんだけど、やっぱりパソコンなんかとかを拭く場合は、ね、ちょっと水が回っちゃったら嫌だから、年に1回ぐらいやってんだよ。半年に1回ぐらいやってるかな。水が溜まるところもあるんだ。水が溜まる、下に溜まる、水を抜くところがある。ガオー。ノコギリクワガタ。逃がしてやろう。うん、サブちゃんにも結構溜まってる。よし、いらんべも。いいダンベ、グマベン。はい、セット完了。よし。うわ、取れた。うわうわすげえことになってる。なんじゃこら、これはすごい、すげえんだけど。猫の毛が猫毛が、うわいやいやっていうか、風に乗って煽られて、ああすげえな、これ。ではこのエアガンで、いかね、うん、綺麗になったね。オッケー、牧場。よし、拭くこの辺。
はい、来た。でかいの。すげえね、これ。ここかい。やるよ。そんな汚くない。これは、うちの奥さんのパソコンです。これ前掃除したんだよね、1年前ぐらい、半年ぐらい前。なんであれやんなかったんだろうね。まあいいや。オッケー、大丈夫、うん、よし、よし。よし、じゃあ自分の分は自分で片付けて。、うん、はい、これ何、これ、これゲーム、プレイステーション。プレイステーション、これ4、PS4 今使ってんだっけ。使ってる、使ってる。俺が仕事中に、うん、毎日ゲームしてる。毎日ゲームしてる。楽しいよね。ありがとう。はい、オッケー、はい、よーし、オッケー牧場。はい、家庭菜園です。これインゲンです。そしてナス、ナスはね、こうやって誘引してます。そして、はい、今日のインゲン、毎日このくらい食べてます。はい、綺麗になりました。これで OK かな。ちなみにこのアリナミン V の入れ物の中にクワガタがいます。逃がしてあげようかと思ったんだけど、ちょっとあの近所の小学生にでもあげようかと思ってます。じゃあねー、バイバーイ。